覚えるだけでも大変っていうか、覚えきれてません。これはナムコプロの正式なタイトル戦だから、ちゃんとした服でやるみたいです。はい、今日は大注目の一戦ですから、観客席にもみんな勢ぞろいです。頑張って高月さん。格式あるタイトル戦、見逃すわけには参りませんね。私です、プロデューサー弥生。この私に将棋で挑んでくるとは命知らず。ボードゲームなら何でもござれよ。事務所が暇な時、小鳥さんと切磋琢磨してきた腕を見せてあげるわ。大変なのは分かってます。でももう一人前のアイドルですから、頭も一人前なの見せないと。よし、先行後攻を決めましょう。リツコさん、じゃんけん。ちょっと待って、それは駒を振って決めるの。じゃあ行くわよ。持ち時間はそれぞれ1時間ね。あっちもこっちもピンチで動けません。どうしよう。あ、そうだ、パス。将棋にパスとかないの。そんなことをしたら不利になるばっかりでしょ。じゃあ取った駒を使います。ここに歩くを。それ歩くじゃなくて歩だから。それにそこに置いたらダメ、二歩になるから。二歩、二歩くじゃなくて二歩。一、二、二つ進んでもダメ、一歩しか進めないの。って私に任せっぱなしにしてないで、プロデューサーもしっかり面倒見てあげてくださいよ。プロデューサー、頭が回らなくなってきました。考えることが多すぎて。アイドルとしての姿勢、アイドルらしくかっこよくってことですか。戦えばいいですか。飛車でまっすぐですね。よし、グイーン。お、一気に攻め込んできたわね。これは不意をつかれたわ。プロデューサー、
力負けちゃいましたね。どうしてですか？一度も王手できなかったのに。ありがとうございます。自分から申し込んで降参なんてしたくなかったですから。どんなに苦しくてもファンのために